is the Oak Station. Next stop, Federal Center Station.電車を止める場所ですね。駐輪場です。ちょっとしかないですね。自転車に乗る人は結構多いはずなんですけど、で、電車に乗せることができるんで、みんな自転車をもうそのまま電車に乗せてると思います。で、ここが、自分の今切符、スイカみたいなのをタッチするところです。そしてあとは何だろう、あれかな、これがチケットを買う場所ですね。で、すごいのがもうアメリカって感じですよね。クレジットカードオンリー、クレジットカードしか使えません。で、こっちはお金も入れれます。ここですね、ここにコインとこっちにお札、これもクレジットカードです。お札はこっちです。なので本当にあのって言っちゃった、本当にあのアメリカに来る方はクレジットカードは必須です。どこ行くにしてもクレジットカードが必要というか、まあいるので、あった方が便利ってことです。現金をこの100ドル200ドル持ち歩くより、クレジットカード2枚と現金30ドルとかを持っておいた方がいいと思います。はい、そんな感じです。